こんにちは、リクです。彼女はフロリダに住む親友のエマ。いつも2人でオンラインでお話ししてるの。この子は AI 猫のアポロ。実は今アポロと一緒にストリックスクラウドっていうサーバーサービスを使ってオンラインゲーム開発に挑戦しています。まあ、うまくなったね。ありがとうございます。次はリクが歌ってください。オッケー。私たちの大好きな曲、ジャイクナバイロシライステンロシライアフデハイデ。リク、ピアノと合わせてください。ちょっとずれています。ちゃんと合わせてるよ。いいえ、シンクロナイズしてません。そんな。おい、どうした？元気ないぞ。エマのピアノに合わせて歌を歌ったのにタイミングが合わないって言われたの。なんだ、そんなことか。そんなことかって何よ。今日はオンラインゲーム開発においてとても重要なことをやっていくにゃ。ちょっと、私の悩み本気で聞いてるの？もう。オンラインゲームはゲームの状態をプレイヤー同士で一致させる必要があるにゃ。それを同期処理っていうにゃ。ふーん。インターネットを介したデータ通信にはどうしても遅延が発生しズレが生じるにゃ。プレイヤー同士のズレをできる限り低減し、プレイヤーが違和感なくゲームを遊べるようにしてあげるためには同期処理が必要なのにゃ。もしかしてエマのピアノと私の歌が合わなかったのは同期してないってことなの？東京とアメリカすっごく遠いから同期することが難しいってこと？音が同期しなかった理由は様々だけど、とにかく同期ということは理解できたみたいだにゃ。うん。同期処理をつけるためにストリックス SDK を使うぞ。ストリックス SDK なら私が作ったシングルプレイのゲームにセットアップ完了してるよ。もちろんストリックスクラウドのサーバーも立ち上げてるよ。よし、確認だけどリクはユニティを使ったことがあるんだからコンポーネントについては知っているよにゃ。もちろん。コンポーネントとは明日の授業に必要なカバンの中の教科書みたいなものだ。コンポーネントとはスマートフォンの中にあるアプリのようなものだ。よかろ。ストリックス SDK にはゲームロジックに必要なコンポーネントがたくさん入ってるから、それをポチポチ設定するだけでオンラインゲームが作れるんだにゃ。ストリックスってほんと神。このキャラクターオブジェクトにレプリカを使うためのコンポーネントをつけていくぞ。アドコンポーネントでストリックスレプリケーターというコンポーネントをつけます。これでキャラクターが通信できるオブジェクトになったぞ。ふんふん。次にキャラクターの位置を同期させるコンポーネントをつけていくぞ。ストリックスムーブメントシンクロナイザーを設定。これでキャラクターの移動同期が自動で行えるようになったぞ。本当にコンポーネントポチポチするだけなんだ。次にキャラクターのアニメーションのコンポーネントをつけるぞ。ストリックスアニメーションシンクロナイザーというコンポーネントにゃ。これでアニメーションの同期も自動で行えるようになったにゃ。パラメーターを変更して最後にプレハブにアプライしてこれで完了にゃ。これから私の PC とアポロの PC で本当に同期するか確認していきたいと思います。左が私で右がアポロです。ちゃんと2体見えてるぞ。どうだ、動いてる俺が見えてるかにゃ。動いてる動いてる、すごい。今度は私が動くね。どう、見えてる？ちゃんと動いてるにゃ。移動同期大成功、やった。次回は弾を撃ち合うための同期をつけるぞ。オッケー、どんどんシンクロナイゼーションするぞ。今日も見てくれてありがとうございました。次回は同期玉の奇跡、絶対見てね。チャンネル登録はこちらからお願いします。
Twitter もやっているので、登録お願いします。